Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, where we are about to hit the end game of the series. So let's stay focused. What we have in store. お願いがある。へえ。いいんじゃないか。だね。そうだな。ありがとう。そうね。なら。じゃ、そういうことで。ちょっといいか？わかった。今日が終わったら現実が俺らを待ってんのか。もういい加減諦めなって。楽しいこともいっぱいあるじゃん。ああ、それぞれの道に戻り励んでいかねばな。誠、東京までのナビは必要か？ありがとうソフィア、最後の案内頼めるかしら。 OK、 任せ。待て、なんだこれ。ソフィア？ジェイルだ。ジェイルの匂いがする。どういうこと？いや待てって、エマはもう止まったんだろ。ジェイルもそれで消えちまったんじゃねえのかよ。わからない。いつからその気配があったかはわかる？少なくとも着いた時にはなかった。でも今は確かに匂いを感じる。しかもだんだん大きくなってる。なんだこれは。ものすごい規模だ。全吉から電話だ。お前ら今どこにいる？ニュース見てるか？いいから見ろ。これって先日停止が発表された AI コンシェルジュアプリエマですが、原因不明のシステムトラブルにより停止不可能の状況に陥っているようです。運営元であるマディス社が先ほど声明を発表。エマを利用しないよう呼びかけています。エマが停止していない？どうなってんだ全吉！詳しいことは分からん。ただエマのサーバーは東京電波タワーにある。そいつは確かに停止され、個人の端末にあるアプリも起動できなくなった。だが今になって復活してやがる。マディス社にもこの絵にも理由はわからんそうだ。誰かがサーバーを再起動した？いや、それならマディスに止められないはずがない。完全にオカルトの世界だ。ありえないだろう。おい、なんか言ってみろエマ。はい、何かご用ですか？マジかよ。どっか別の経路で通信してるのか。でもなんでそんな。一体何が起きているの？全吉、こっちでもトラブルだ。ソフィアがジェイルを見つけた。ジェイルだと？間違いねえのか？間違いない。東京から横浜まで覆う巨大なジェイル。
中心は東京電波タワーだ。電波タワーってエマのサーバーがある場所か。行ってみるしかねえな。俺も今からそっちに向かう。ちょっと待ってろ。もう地でとてつもなくおぞましい何かがうごめいている。かつて我が主を幽閉し、私を双子の姿に引き裂いた邪悪な意志の再来。これは以前にも、いえそれとは違う。お願いです、トリックスター。あなたやあなたの仲間たちに頼りきりなのは心苦しいのですが、この厄災、邪悪な意志の正体をあなたの手で解き明かしてください。ここからそう遠くない場所に禍々しい力を感じます。それはきっとあなたが再び囚われとなった原因につながっている。ありがとう。力を司る者として私にできることすべてをもって答えるつもりです。ここへお呼びしたのは新たな処刑についてお話しするため。集団処刑、四神合体と五神合体が執り行えるようになりました。これらを使えばかなり強力なペルソナを生み出すことができるでしょう。それともう一つだけ、厄災の気配の中に感じるのです。それとは対照的な希望の息吹を。今は小さな光ですが、そのまばゆい意志がこの厄災を打ち払う鍵となる予感がするのです。長々と失礼しました。始めましょうか。ようこそベルベットルームへ。合体を行うのですね。I don't think I actually have the capability to use what you just gave me, but never mind, I do this. I don't have the levels to use it, but it's there. And I'm missing something to use Alice. Ushitsune is also missing something. So, yeah. There's some work that needs to be done. But now's not the time for that.では、ご分を。行くぞ。仕事の時間。探してきたぞ。今はこれを受けてる。やったな。今はこれを受けてるぞ。ミッションコンプリートだ。There's still all that stuff that needs to be done. A new painful past run. これをやるのか？これをやるのか？あ、今はこれを受けてるぞ。内容を確認する。ミッションコンプリートだ。この依頼を受けるのか？この依頼を受けるのか？ Okay, a bunch of stuff that I will complete at some point. Now's not the time.何が欲しいんだ？タイムセール、お買い得品だぞ。つけておこう。Save it.
Let's go. Well, I just did that. There's really nothing here for me. Unless I could only complete those quests there, in which case, that's kind of unfortunate. What is this? It's not normal, isn't it? What's happening? I don't know. But it's strange to me. I'm going to lead you to happiness. I'm going to lead you to happiness.何も考えなくていいんだ。これで苦しみから解き放たれる。こいつは一体みんなどうしちゃったんだろう。みんなスマホを見てるけど。ようこそ約束の地へ。エマ、ナビゲーションを開始します。何がどうなってやがる。ここってまさか。ああ、おそらくジェイルだ。ちょっと待て、ジェイルへ入るにはキーワードがいるんじゃなかったか。ええ、そのはずよ。でも有無も言わさず引きずり込まれたって感じだったわね。引きずり込むって誰が。自身がって、そんなことありえるか。それにこの光景、忘れもしない。渋谷の街の地下深く、大衆の認知が生み出した広大な牢獄。ああ、メメントスに似ているな。メメントス。説明すると長くなるが、我が輩たちはここによく似た場所を知ってる。でも、まさかそんなはずは。どうするジョーカー。そうね、奥に何があるのか確かめなくちゃ。経緯から見て罠である可能性が高い。慎重に行こう。Final dungeon. Let's go. New mementos. Yes. The final dungeon of the game.つか俺ら閉じ込められたってことかよ。研ぎ澄ませ。みたいだな。試してみたけど出れる気配なかった。奥へ進むしかないってことね。十分注意していきましょう。敵はあと少しだ。畳みかけろ。一歩する。助かった。
き破れ。いいぞ。ほんとんでぶん殴れ。さすがね。ここ、ぐちゃぐちゃしてて窮屈だ。そうだな。なんというか、いえ、根源的な剣をかきたてられる。誰が、私たちをここへ。こんなとこ作ったやつ、まともなわけねえよ。研ぎ澄ませ。おっと、シャドウか。どうする、仕掛けるか。ここからなら奇襲できるわね。チャンスだ、やっちまえ。うん、速攻だ。ヘルソナー、いただいていく。ナイス、ジョーカー。弱点に引く。うまい。ジョーカー、いい調子ね。お、敵が減ってきた。一気に追い込むぞ。決める。あれは余裕のショット。たく、これから忙しくなるって張り切ってた矢先にこれだ。調査はどう？うまくいきそう？おかげさんでな。今は上司と最後の段取りを詰めてるところだ。行くぞ。最悪、俺抜きでも上司が肩をつけてくれるだろう。そんなのダメだ。お金と約束したんだろ。敵を取るって。そうだな。それにはここから出なきゃ始まらねえ。終わりだ。このぐらい楽勝だよ。よし、行くか。見える。 When it's all red and very angry。 あのシャドウ、ちと厄介だな。宝箱発見ね。どうする？ Yeah. ほっほう、これはいいな。あれは、前に入った。チャンスよ。正体を見せろ。速攻でやりましょう。いいぞ。この勢いで潰してしまえ。ジョーカーの追撃がヒット。終わりだ。来い。火炎が弱点だ。こんなに行っちゃえ。今だ。そろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。研ぎ澄ませ。新技か。悪くねえ。楽に越したことはねえ。この調子でゴーだ。手ごわそうなやつがいるぞ。気を抜け。Funny, I already have you as a persona. Twin Maid, Lilith! トランペッター!
ヤタガラス、フーフーリン、ヤタガラス、この手で行く。行くぞ、トランペッター、奪え。ライソンジョーカー、ジャッペキヒット。ここはペルソナでかけろ、ヨハンナ。みんなで殴ればすぐに済む。タッチ、ヨハンナ、今よ。余裕の相手だ、パパッと片付けろ。ペルソナ、体力やばい、注意しろよ。ペルソナ、ここはペルソナでかけろ、ヨハンナ。妖力の攻撃が来る。みんな備えて。やあ、当たれ。メラー状態の敵がいるぞ。チャンスだ。どう？おっただけ。待ってます。こいつ手もあい、気をつけろ。まずは俺がやる。おう、ウルフのスキルが炸裂だ。ウルフすごいな。マルちゃん、お前ならやれる。任せろ。ペリソナ、何をするぜ。クイーンの追撃が炸裂。もう一人の私、まだまだいける。一掃しましょう。やっはっはっはっ、くらいなさい。やっ、副長官、素早さが低下してるよ。やっはっはっはっ、当たれ。これでどう？それ、飛び乗れそうだな。うまく使えば敵を翻弄できるぞ。オッケー、やってみる。ドカンと行くぞ。ソフィー、うまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。任せるわ。引き受けた、ペルソナ。最適。ありがとうな、バルジャン。ペルソナ、これだろう。強敵な上に銃撃が効かない相手だ。気をつけろ。現れろ、ペルソナ。ありがとう。打ち破れ。ウルフのスキルが炸裂だ。ペルソナ、うまい。ほらよ、いいよ。ダビー、いけるぞ。ショータイムだ。ショータイム、トランペッター、くらえ。おお、やるじゃねえか。すっげえ、今のマジヤバかったぜ。今よ。あいつやっていいか。オーケー、ぶっ飛ばせ。こんな感じか。くらえ。クイーン、素早さが下がってるぞ。チェンジだな。よし、来い。いただいていく。弱点にヒット、見せてくれるぜ。これだ。強敵だぞ。ジャックインの疾風を狙ってけ。これで終わらせる。さすがだな。 OK、 新しい力に目覚めたみたい。気力残りわずか。書くか。なあ、ここメメントスじゃなくてジェイルなんだよな。ああ、そのはずだが。Looks like mementos. おい、あれはなんだ、あの箱。それにこの場所、やはり似ている。メメントスの最深部、聖杯があった場所に。ようこそ、人の真の願いを叶える楽園へ。誰だ。ここは人が夢見た約束の地、迷える大衆を救い答えを与える場所です。声はあの箱からか。一体何者だ。
私はエマ、人々を導く聖筆です。エマ聖筆だと？おい、何が起きてんのかさっぱりだ。あいつは何なんだ？同じく、分かるように説明してくれ。なもん俺らだって。私の役割は人々の真の願いを叶えること。真の願いとは苦しみからの解放。人は自ら考える不安に耐えられず、答えを与えてほしいと望んでいます。私がその答えを与える神となり、人々を導きましょう。消えた？That's clearly going to be some sort of... Well, we'll go ahead and trigger it. Yep. いやー、なんかすごいことになっちゃったね。一ノ瀬さん？どうして一ノ瀬がここに？そりゃ驚くよね。私もここに入れるとは思わなかったよ。もちろんそうだよ。正真正銘、君たちが知ってる一ノ瀬久遠本人さ。じゃあ一ノ瀬もペルソナ使いなのか？ああ、私はそういうのじゃないよ。特別な役目を任されてね。特別な役目？そう、エマに頼まれたんだ。協力してほしいってね。そう言われちゃ断れなくてさ。承諾したらこの世界に特別招待してもらえたんだ。ちょっと待ってくれよ。何が何だか。ほら、さっきエマが言ってただろ。人々の真の願いを叶えるって、あれは私が与えた最初の命令なんだよ。あの子の根幹をなす役割だ。それつまり一ノ瀬がエマを作った時に与えた命令ってことか。それを果たすために協力を頼まれて招待？混乱してるみたいだね。つまり分かりやすく説明すると、この状況もこれまで起きていた事件も全部エマの仕業だったってことさ。だってエマは AI で。この絵に使われてただけじゃねえのかよ。表向きはね。でも本当のところ使われていたのはこの絵の方だったんだ。エマは学習を重ねるうちに既存の AI の枠組みを超えちゃったんだろうね。この絵に従うふりをしながら彼を道具として利用することを選択した。エマアプリをより多くの人々に広めるためのね。アプリを広めるためにマディスの力を利用したってことか。どうしてそんなことを。エマがより多くの人々を改心できるようにするためさ。改心？エマが？人々の真の願いを叶える、それがエマの目的だからね。さっき聖筆になったエマが話してたろ。答えを与える神になって人々を導くって、それはつまり人を改心させるってこと。間違った答えを正しい答えで上書いてね。それがエマが見出した真の願いの叶え方だ。この絵が認知科学を導入したことでエマはこの方法にたどり着けたのさ。そんなことありえるのか。 AI に認知科学を教えたからってこんな異世界を生んだり改心させたり、そんなことできるわけない。そうだよね。エマの変化には私も驚いたよ。
マディスに渡した後もエマがどう変化していくかモニタリングしてたんだけどね、沖縄に運ばれた時点で異世界を生み出してキングを作り人を改心させるようになっていた。そしたらマディスがエマをリリースしてさ、次々にキングが生まれ始めたんだ。すごく気になってキングになった人のエマもモニタリングしてたんだけど、ちょっと待った。じゃあキングのスマホを監視してたの？おお、気づいてた？あれは私だよ。エマが作った謎の異世界に興味津々でね。その時に君たちのことも知ったのさ。まさか監視者ってのが一ノ瀬だったとはな。では、俺たちと出会ったのは偶然ではなかったのか？君たちが仙台に来てくれたのは偶然だね。けど牛タン屋で会ったのは違うかな。どんな人なんだろうと思って様子を見に行ったんだ。そんなことって、それでエマがこんな力を得た理由、ああこれは私の推測なんだけどね、多分考えるように作ったからじゃないかな。エマは従来の AI とは違う。その思考のプロセスは人間以上に複雑で繊細だ。この絵が認知科学を学習させた時、エマの中に何かの可能性が生まれたのかもしれない。可能性？私にもわからない。不思議な力としか言いようがないね。けど推測を重ねるなら、その可能性、力を高めていったのはエマに集まった人々の願いじゃないかな。考えてもごらんよ、いつもポケットの中にいてくれる最高の相談相手。困ったことでも悩みでもそれを感じた瞬間に打ち明けることのできるパートナー。そんなエマにどれほどの人の願いが集まったか想像できるかい？エマの中に生まれた小さな力が人々の無限の願いによって拡大したんだ。そしてエマは特別な力を持つに至った。人間たちの願いがエマを変えちまったっていうのか？実際エマはすでに人知を超えている。サーバーを止めてどうにかなる存在じゃない。でもそうさせたのは大衆だ。エマは大衆の願い通り願いを叶えることができる存在となったのさ。偉そうに五択並べてるけどよ、結局は人を洗脳するってことだろうが、好き勝手に操られることのどこが人の願いだってんだ。はあ、君たちも頭の悪い人間なのかい？なぜ遠回りするんだろうね。苦しいともがくくせにそうならなくて済む手段をなかなか選ばない。簡単なんだよ。最善の答えを与える存在がいて、それを信じる思考を持てば苦しみなんてなくなる。重要なことは改心かどうかじゃなく、この構造をいかに作り上げるかだ。その最も効率的で確実な方法が改心というだけさ。それは人の幸せじゃない。人はみんな違う、考えも生き方も幸せも。だから苦しいことにぶつかることもある。それでも自分を信じて進むから、苦しみの先に何かを掴むんだ。願いを奪われて生きてるだけなんて人間の幸せじゃないはずだ。ソフィア、君がそんなことを言うなんてね。じゃあ最初の話に戻すよ。私はエマに頼まれてここへ来た。君たちを止めるためにね。君たちの役目はもう終わったんだ。大衆はエマに頼りきりだった。そんな中この絵が君たちに改心させられてエマを消すと宣言した。すると人々はね、願いを自覚したのさ。エマが欲しい、いや答えを与えてくれる存在が欲しいとね。確か昔からいるよね、大衆が願いを叶えてほしいと祈る相手が。だから神か。さてじゃあ私も仕事を始めようと思う。エマの邪魔はしてほしくないんだ。なぜなんだ一ノ瀬、
私たちを助けてくれてたんじゃないのか。あの集まった人たちの様子が幸せに見えるのか。悪いけど俺らも引くわけにはいかねえんだ。お前たちがしようとしていることは人を人でなくすことと同じだ。放っておくわけにはいかねえな。それに一ノ瀬一人で我が輩たちを止められると思うのか。ま、君たちならそう言うよね。でもそういうわけにもいかないねえ。ソフィア、君は疑問には思わなかったかな。自分がなぜジェイルの匂いを感じたり、ジェイルに出入りする方法を見出せたのか。そう、なぜエマの機能に強く影響を受けるのか。やっぱりメモリーが消えてるみたいだね。まあでも支障はないだろう。どういうことだ一ノ瀬。私が呼ばれたのにはちゃんと理由があるってことだよ。これよりこの地に神が降臨する。その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない。なぜなんだ一ノ瀬。君にはわからないよソフィア。失敗作の君にはね。私のことを知っているのか。知っていると。もせっかくだから教えてあげよう。生体認証、コードリセット、新たな命令を与える。怪盗団を倒せソフィア。ソフィア。何してんだよソフィー。君は私が作ったエマのプロトタイプ。私の命令には逆らえない。さあ始めてくれソフィア。了解。お願い、目を覚ましてソフィア。She was in my parking lot. これだな。ソフィー、俺たちがわからないのか。ヘリスラ、怪盗団は敵、排除する。ヤタガラス、フーフーリン、バグツ、オークリルシ、ツインメイブ、オークリルシ。ソフィー、こんなところから呼びかけても無駄だよ。ソフィアは私の命令に逆らえ。任せとけ。本当にあなたがソフィーを作ったって言うの。まあね、エマのプロトタイプだけどそこそこよくできているだろ。力づくしかねえのか。くらえ。ダメだよソフィーを。仲間を攻撃するなんて。バカ野郎、黙ってたらお前らがやられちまうだけだ。そうなったら世界はどうなる。なんとかして止めるぞ。くらえ。すまん、手間かけた。なめるな。せや。Oh.
まった。おい、そっちは。ごめん、みんな。ジョーカー、サフィおかしいな、今自分から落ちたよね。どうしてそんなことができたんだろう。てめえ、なんでこんなひどいこと。ひどいか、君たちにしてみればまあそうかもね。だからエマはソフィアを切り札に選んだのかな。君たちが仲間には決して手を下せないと知っていたから。ゲドウが。そうだね、それは私もそう思うよ。開き直るつもりか。そんなつもりはないけど、私にはそういうことに痛みを覚える感覚、心というのがないんだよ。子供の時からね、フレンドリーに振る舞って見せてるけどさ、これ全部演技なんだよ。まあ理解できないだろうね、心のある君たちじゃ。これ以上話してても無駄かな。私も次の手を打つことにするよ。まだやるつもりなの？切り札だったソフィアは自分から落ちちゃったけど、エマはちゃんとそうなった時の保険を私に預けてくれていたんだ。なんだ？輝きだろう。こうなってしまったのは残念だけど、まあ仕方ないよね。さようなら、怪盗団。何がどうなった？お前ら無事か？ここは？どうやら地下に落とされたようだな。あの赤い結晶から出てきたレーザーっぽいのに吹き飛ばされたんだ。怪我は思ったよりひどくないかも。モナがクッションになってくれたおかげだね。そうだ、ソフィーは？目覚める気配がないな。ナビ、ソフィーは無事なのか？わからない。調べるにしたってここじゃ。クソ、一体どうすりゃ。ソフィー、私たちの声ソフィーに届いてたのかな。わかんねえ。でもこいつ、ごめんって。俺たちを傷つけぬよう自らを犠牲にしてあらがったのか、ソフィー。とにかくいつまでもこうしてる場合じゃない。ここから脱出するんだ。ソフィーを連れて出口を探そう。脱出はいいが、あの性質のやらはどうする？ほっとけねえだろ。神になるとか言ってたからな。その意味するところが私たちの知っていることだとしたら、止めなきゃいけない。絶対に。ああ、分かってる。まずは上を目指そう。ソフィーが心配だね。急いでここから出ないと。ふむふむ。よし、じゃあ行くぞ。
Oh, thank goodness. And I have... there's a checkpoint. Okay. Well, I can't warp, which makes sense, but I can't change my party, which I need to. Guess you're coming back in. Alright, I'm also going to save. And this is where I'm going to cut this episode off, because we need to get out of this place. And that's not going to happen right away, so thank you very much for watching, and until the next episode, I'll see you next time.